ダウンタウンコーパスクリスティコーパスクリスティは、アメリカ合衆国テキサス州南部に位置する、港湾都市、保養都市。メキシコ湾の一部、コーパスクリスティ湾に位置する。人口は30万5215人で、テキサス州第8の都市である。ニュエセス軍に属し、同軍の軍長所在地である。市名は、ラテン語で、キリストの体という意味である。湾岸には、油田が多くあり。 石油生成工場や化学工場が発達し、また、綿花、穀物類の集産地でもあるために、食品工業が発達。輸出港としても知られる。また、年間を通して気候が温暖で、テキサス州屈指の B チである、パドレーアイランドへの玄関口であるため、毎年北部諸州から、ウィンターテクサンと呼ばれる、非観客、観光客が訪れる。テキサス州立水族館や、 コーパスクリスティ科学歴史博物館など文化施設も多く見られ見どころも多い。テキサス州内の位コーパスクリスティは北緯27度44分34秒成形97度24分7秒に一致している。アメリカ合衆国統計局によるとコーパスクリスティ市は総面積1192.0平方キロメートルである。 このうち400.5平方キロメートルが陸地で791.5平方キロメートルが水域である。総面積の66.40%が水域となっている。市の玄関口となっている空港はコーパスクリスティ国際空港である。コーパスクリスティはサンアントニオからの週間高速道路 I-37 の終点である。サンアントニオまでは 約 235km、車で2時間半ほどである。また、テキサス州最南端、メキシコ国境の町ブラウンズビルまでは、国道 US-77 を南に、約 270km、4時間ほどである。市内には、グレーハウンドと提携している、バレートランジットのバスターミナルがあり、サンアントニオやヒューストンへ、バスの直行便が通じている。また、 同社のバスは南へ、ブラウンズビルへの路線も持っている。地域交通局の運営する路線バスがコーパスクリスティ市内をカバーしている。この路線バスは通称 B と呼ばれている。サウスパドレアイランド歴シントン以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人口構生年齢別人口構生世帯と家計コーパスクリスティは 神奈川県横須賀市と姉妹都市提携を結んでいる。ザ・新聞地元テレビ局 US g ギャザティア Files、2012000&1990 0 United States Census Bureau h t t p w w w c e n s u s g o v シュ w w w g a z e t t e r ッ a z e t h t m l 2 0 1 1年4月23日閲覧ありがとうございます。